はあ、お兄様から何も聞き出せなかったというわけで開幕ハイちゃんの動画からなんですけど、自分なんだから適当に言っておけばいいのな。申し訳ありません。逆にだから真剣だからこそ適当に言えないのか。うん。ごめん。申し訳ありません。じゃないわよこのダメイド。何のために私が場をセッティングしてやったと思ってんのよ。ダメ神を思い出すわ。そうおっしゃいましても、無理なものは無理ですもん。とにかく喋った内容を教えなさい。一字一句今から再現してみるから。はい、一字一句ですか。当たり前よ。ユキが気づかなかっただけで、会話の中にお兄様と付き合うための重大なヒントがあったかもしれないしね。普通にしてれば全然付き合えそうですけどね。この感じでも全然、うん、慕ってるのは事実だしな。私がお兄様役やってあげるから、ほら始めるわよ。本当か。ではいぶきくん、本当に来てくれたんだ。ははは、当たり前じゃないか。僕は可愛い子猫ちゃんからの誘いは断らない主義なんだ。キラ、誰だこいつ。ノープロブレム、問題ないさ。僕にとっては子猫ちゃんとの戯れは日常茶飯事だからね。今日は君で5人目。おっと、5匹目かな。本当にいいのか。そんなお兄様でいいのか。本当にそうなんだ。あはは、キラ、何よ。リッカさんのキャラクターってこんなのでしたか。こんなのって失礼ね。私の演技に不満でもあんの。完璧にお兄様を演じきってるじゃない。フィルターがぶっ壊れてる。でもリッカさんはここまでうざい方ではないような。あ、うざくないのよ、かっこいいのよ。文句言ってないで続けなさいってば。なんかハイちゃんあれだよな、なんか過激にだいぶ誇張してますよね。承知いたしました。それで今日はね、いぶきくんにどうしても言いたいことがあって。この絵のゆきちゃんかわいいな。だから放課後わざわざ来てもらっちゃった。もしかしたら何の話かは分かっちゃってるかもだけど、けどちゃんと言いたくて、自分の言葉ではっきり言いたくて。私、都市で生まれまで何にもできないダメイドだけど、でも私、いぶきくんのことをずっと。だから、もしよければその、私と、好き。ストップ、子猫ちゃん。悪いけど、戯れはここまでだ。その言葉の先を聞くわけにはいかない。僕の心はすでにある女性に捧げているんだ。求めてくれる気持ちは嬉しいけれど、返せるものがない。ある女性って、もしかして。そうさ、麗しのマイエンジェル、そしてマイマスター、ハイのことだよ。やっぱりハイお嬢様。心に一点の曇りもないほど清純で、高嶺に咲く一輪の花のように可憐で儚い存在のあの灰お嬢様。その灰のことさ。だからどうか僕のことを諦めてほしい。僕は彼女の恋の下僕だからね。あ、当たり前です。灰お嬢様と私じゃ月とすっぽん、大宇宙と道端のゴミくずくらいの差があるの。ひでえ。なによ、またなんか文句あんの。文句と言いますか、あまりにも
もその私と半夜嬢様の扱いに差がありすぎるような。そうはならねえだろう。あんたはメイドで私は主人でしょうが、扱いに差があるのは当然でしょう。それは分かってますが、それでも私自分のことをゴミクズとまでは。ちょっとこれはさすがに。ああ、お兄様から何一つ情報を得られなかったダメイドがなんだって。申し訳ありません、私はゴミクズでした。かわいそう。分かればいいのよ。なら続ければよ。ここからがいいところなんだから。でも本当にごめんなさい。ゴミクズの私なんかがいぶきくんのことをその好きになってしまって。仕方ないさ、人間誰しも本能には逆らえないからね。それに僕が何を言ったとしても子猫ちゃんたちの片思いを止めることはできないから。それって片思いをし続けてもいいってこと？止めることはできないと言ったよ。気持ちには答えられないけど好きにするといい。なんて器の大きい人なんだろう。素敵。こんなに素敵な人から好意を寄せられてる俳優嬢様も素敵。そんなに褒めないでくれよ。ハイが素敵な女の子だということは口にするまでもないことさ。でも伊吹くんの汎用嬢様のことが好きだったなんて。もうだってまさかハイも。私ったら口が滑って。ごめんなさい、今のは忘れてください。忘れることなどできるものか。はあ、愛しのハイ、今すぐにでも彼女の元へ馳せ参じなければ。私もついていくね。正規のカップルが誕生する瞬間に立ち会いたいの。なら僕を案内してくれ。僕の運命そのものであるハイの元へ。私なんて名誉な役目を。よし頑張っちゃうぞ。コロナちゃんの漫画並みの。あの俳優嬢様。何よ、今からいいとこって言ったじゃない。最初に突っ込んでおけばよかったのですが、そもそも私リッカさんとこんなお話をしては。じゃあどんな会話したってのよ。あんたが教えないからアドリブでやってんでしょうに。なんて。申し訳ありません、緊張しすぎて何喋ったか覚えてないんです。たく、うまくいけば今みたいにお兄様から告白していただける展開に持っていけたってのに。うん、でも次こそしっかりやりなさいよね。俳優お嬢様のためならたとえ火の中水の中スカートの中でも飛び込んでいきますって自分で言ったんだから。ポケモン懐かしいっすね。そこまでは言ってないような。はい言いました。怖い。その辺にしておかないか。サルユキさんがかわいそうだろ。何よ、メメはこのダメイドの肩を持とうってわけ。当たり前だ。しかしわからないな、どうしてあんな最低男に入れ込むんだか。最低男。くっ、お兄様をバカにしないで。お兄様はね、その微笑みだけで紛争地域に平和をもたらしたこともあるくらい慈愛と慈悲に満ちたお方なんだから。すげえよ。どんどんなんかおひれっていうレベルじゃないな。おひれの方がでかくなってる。ユキ、あんた何笑ってんのよ。申し訳ありません、紛争地域に平和をもたらしたくって。はあ、あんたの笑顔に一円の価値もないでしょうが。お風呂空いたけど次誰だっけ。
桜木さん、あなたの番でやがりますよ。ちっ、お風呂の時間に救われたわね、ユキ。今日はここまでにしておいてあげるわ。明日こそ情報を手に入れてくるのよ。まったくあの猿は。ユキさん、気にしなくていいからね。優しい。何かされそうになった時は僕を頼ってくれていいから。あの猿にガツンと言ってやる。メメタン出勤。はい、ありがとうございます、ひめめお嬢様。誇り高き天保院家の長女として当然のことだよ。うん、私もひめめお嬢様のように紳士的でたくましい性格になりたいです。そう？はい、ひめめお嬢様のかっこいいお姿に憧れちゃいます。ゆきさんから見ても僕ってかっこよく見える？はい、すっごくかっこいいと思います。勇ましいです。そっか。困ったことがあったら本当にいつでも言ってね。僕いくらでも協力するから。いいね。にしても本当に伊吹立花のどこがいいんだか。あんな奴のために桜木も頑張ることないと思うんだけどな。うん、大変なことになるね。お風呂上がりの牛乳ちょうだい。これやばいよな、超かわいいよなこれ。何？それじゃあフルーツ牛乳。コーヒー牛乳。はぁ、お風呂上がりの作法でしょうが。4回。作法以前にお言葉遣いが問題なのでは。というかもう自由時間でしょ。どうしてブー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 鳴らされなきゃいけないのよ。うるせえです。てめえは特別監視処置取ってんだから仕方ねえだろです。え、何それ、初耳なんだけど。ああ。うん、ごめんユキ、やっぱり牛乳にしてくれない？え、牛乳ですか？でしたらこちらを。ありがとう。お風呂上がりの牛乳は格別ね。わかる、はあ、お風呂上がりくらい静かにできないのかお前は。いいじゃない、騒がしいくらいが楽しいし。あんたみたいにため息ばっかついてると幸運が逃げてくわよ。というかだからドジなんじゃない？僕はドジじゃない。だからうるせえです、ゲームに集中できねえです。そういうこと。うりゃー、必殺ペガススローリングアタック。あー、コロナずるい、アリス注意してるところだったのに。あはは、勝負の世界は非常だし。もう一回もう一回やる。何それ、何それ、新型のゲーム？格ゲーか。アータンが作った体感型ゲームだよ。もうすぐ企業に送るからテストプレイ中って感じ。マジ超おもろいよ、超運動にもなるし。すげえな。多人数プレイも可能でやがりますから、全員でやりますか。デバッグ目的ですので私もその方が都合がいいです。やるやる、コントローラー貸して。はぁ、楽しそう。悪いわね、ユキ。このゲーム3人用なのに。冗談だってば。全員でできるみたいだし、あんたもコントローラー持ちなさい。あ、いえ、私は使用人ですから、皆様だけで楽しんでください。いいからいいから。遊べるときはみんなで遊ばなきゃ。遠慮せずに持ちなさいって。みんなで遊んだ方が楽しいじゃない。おう。メイドだからって遠慮しなくていいわ。遊び相手に規制はないんだから。はい、お嬢様。だったらほら、コントローラー持ちなさい。せっかくの自由時間なんだし、みんなでエンジョイしましょう。はい、あり
がとうございます。お優しい灰お嬢様。メイメイも突っ立ってないでこっち来なさいよ。コントローラーの空きまだあるわよ。僕はいいよ。汗かいちゃったらもう一度お風呂入らなくちゃいけなくなるし。ならしょうがないわね。というかメメ、お風呂入ってたんだ。なのに服着替えないの？別にいいだろ。僕の勝手だ。まあそりゃそうだけど、もしかして寝る時も制服のままとか？なんかあんのかな。寝る時は着替えてる。というかこの話題はもういいだろ。うん。あ、メメ、どうしてあいつ怒ってんの？どうして着替えないのか聞いただけなのに。うん。何か事情がおありなのでしょうか。事情？わかった。きっとあいつ貧乳さらすのが恥ずかしいのよ。男装してるのもきっとそれが理由よ。貧相な胸をごまかそうとしてるんだわ。逆な気がするんだけどな。はい、お嬢様、そのような発言はそのご自身に返ってくるかなと。全然貧乳じゃないですけど。何よ。まああんたはデカパイだもんね。デカパイ。よくもまあそんな無駄に育って。一体何食ったらそこまででかくなるのよ。はあ、わかりません。どうせユキも貧乳のこと下に見てんでしょ。巨乳のやつってほんとそうよね。決してそのようなことは。ふんだ、別にいいもん。お兄様は貧乳好きだから。あ、アリスちゃんが。まあまあメメ、そんなに怒らないで仲良くしましょうよ。貧乳じゃないよな、全然ちょうどいいよな。なんだよ急に。ちょうどいいというかめっちゃあるよな。同じ貧乳男子、いがみ合うのは良くないわ。ほらアリスもこっち来て。貧乳の定義が壊れるなこのゲーム。うわ、引っ張りやがるなです。触るな汚らわしい。まあまあそんなこと言わないで。私たち3人で貧乳同盟結成しましょう。貧乳同盟？僕は別に貧乳じゃ。って、お前牛乳が制服にこぼれてるじゃないか。うわ匂いが。あ、ごめん。すぐにお着替えください。姫のお嬢様、シミが残ってしまいます。匂いがね。え、着替えなくちゃダメ？当然です。私の目が黒いうちはシミのついた制服なんてお嬢様方にお着せいたしません。うわ、背中押さないでよユキさん。わかった、着替える。着替えてくるから。案外ユキも積極的な面があるのね。そこよアリス、貧乳アッパーを食らわせてやりなさい。貧乳。はい、お嬢様、アリスお嬢様に変な言葉を教えないでください。貧乳アッパー。連呼すんなし。あ、そういえばそうだったな。本当に騒がしいなお前たちは。コロナちゃんは本当に。あ、ようやく戻ってきたのね。やっぱりかわいい。ね、やっぱ隠してたんだな、あの男らしく見せるために。あんた、あんまりジロジロ見ないでよ。言いたいことは分かってるから。どうせ変だと思ってるんだろう、僕がこんな女の子っぽい服着てる子。あんた貧乳じゃなかったの？お化けだ。コロナ、お化け出た。なんか大きくなってる。あー、よしよし落ち着けよアーパン。一体どうなって、さっきまでツルペタだったのにまな板だったのに。ちょっと待って、この
の格好についてのツッコミは。いいから答えなさいよ。どこに隠してたってのよ、その巨乳。貧乳舐めてんの、バカにしてんの。そんなつもりは。ただ男装してる時にカッコつかないから晒して潰してるだけで。息苦しそうだな。はあ、晒して潰せる大きさじゃないでしょそれ。隠したのに私を、全ての貧乳女子よ。別にそんなつもりは。というか胸なんて大きくてもいいことなんて一つも持ってるものにしか言えないないんだけど。どうしたんだ、サル？大きくてもいいことがないですって。今あんた貧乳女子に言ってはいけないことを言った。同盟決裂ね。今から巨乳狩りよ。うわ、やめ、急に襲いかかってくるな。うるさいうるさいうるさい。巨乳は全員敵よ。あんたのおっぱいもぎ取ってやるんだから。ちょ、待て、サル。たとえモイでもお前のおっぱいは大きくならな。分かってるわよ、知ってるわよ。これだから巨乳は巨乳大嫌いなのよ。普通全然ありますけどね。何ユキさん、ずっと黙ったままで。やっぱり言わなくていい。分かってるから。どうせ僕にはこういう格好は似合わない。すっごく可愛いです。おお、どうして今までお召しにならなかったのですか。もったいないですよ。ちょっと待って、ユキさんはおかしいと思わないの。僕いつも男装してるんだよ。なのに突然こんな女の子っぽい格好しちゃったりして。何をおっしゃっているんですか。変なところなんてありません。とてもお似合いです。本当変じゃない。はい、でもこんな格好じゃ男らしさも威厳もないし。私は男装している姿を見て、姫音お嬢様がかっこいいと言ったわけじゃありません。お嬢様の人間性を指して言ったんです。もちろん普段の男装姿も素敵ですが、今のお姿も私は好きです。とっても可愛らしいですもん。そんなに褒めないでよ。あら、やっぱりこんな女の子っぽい格好、僕にはそのそんなに照れなくてもいいじゃないですか。皆様も私と同じように思っているはずですよ。超似合ってるって。胸大きいのは超びっくりしたけどさ。アリサも大きくなってて怖かったけど、男の子姿よりそっちの方が見た目怖くないよ。おう、そうかな。そうですよ。私、姫音お嬢様の今のお姿を見られてとっても光栄です。心の底から可愛らしいと思います。ありがとう。映像見たら急に眠たくなってきちゃった。ごめん、私もう寝るかも。だったら今日はもう終わり。早く寝て明日また早起きね。私も姫音お嬢様の制服を洗濯しなきゃ。脱いだ制服を渡していただいてもいいですか。うん、良いな。では明日の朝
しますね。ゆきさん。はい、いかがなさいました？ありがとう。ね、実は僕こういうパジャマしか持ってなくて、だからすごく怖かったんだ。みんなに惹かれちゃいそうで。でも少し自信ついたかも。ゆきさんが可愛いってかっこいいって言ってくれて。だって本当に可愛いんですもん。ゆきさんに面と向かってそう言われるのは恥ずかしいよ。どうしてですか？そんなの決まってるじゃないか。僕なんかよりゆきさんの方がよっぽど。なんでもない。それじゃあおやすみ。あ、姫めお嬢様。これはまさか来まし、いや来まし、んーと難しいな。ええやんな、良きかな。コロナ、部屋すぐそこだよ。もう少し起きててよ。というわけで、キリが良いので終わりたいと思います。いや、やっぱりそうだったんだな。なんとなくそんな気はしてたんですけどね。いや、可愛い一面が見れました。セーブですね。3秒以内に用意します。OK。 じゃあお疲れ様です。おやすみなさいです。